あ、ちょっとだいぶ予定が狂いましたけど、もう、こっちの方から潰して、まあ、最悪北陸シリーズっていう形にしちゃいましょう。よし、それで行こう。よし、では行ってみましょう。まあ、ちょっと休んだだけでもちょっと違いますからね。あと雨自体はもうだいぶ収まってますから、すごかった雨のところはもう完全に過ぎてますね。ちょっと寝れたし、これちょっと寝れるって意外と大きいですからね。よし、次のライブにはすいません、こんな形のね紹介になっちゃいましたけど、もうちょっとします。災害時のね、ドライブイン利用ということで、ちょっと、ご容赦いただいて。また、今度来ます。せっかくね、こんな感じで、ちょっと使わせてもらったんでね。通行止め案内出てますね。ダメですね。はい、通行止めなので、もうダメなので、諦めて、東海北陸自動車道の方に向かっていきましょう。もう東名阪から行く感じだね。よし。はい、伊賀の方は、ダメなので、もう、ここから乗っちゃいます。高岡インターの北陸自動車道かな。ですから東海北陸自動車道も完全に一線両断する形でしょうね。わあ。これはとんでもない旅になった。もう見てる通り完全に通行止め通行止め通行止めです。これはやばい。で、多分今ナビの音が聞こえてるかな、わからないけど、ナビルベック入らないようにしてるんでね。ナビはどうもこれ新名神経由のですが、小室の方から回って。行くルートをどうも、案内してるみたいなんですけど、もうそっちも通行止めなんでね、このまま東名阪からね、東名阪名二館、東名阪名二館で東海北陸に入る感じかな。だから場合によってはもう中島から一宮まではショートカットしちゃうっていう手もあるな。もう夜中だし、全然この時間もう空いていけずますんで、あってだったらそうだな、中島までにするっていう手はありだな。で、ちょっと中島まではこっち使おう。この間どうしてどうしても進行がめちゃくちゃ多いね、この、亀山鈴鹿あっち側の方で、ね、いろいろと通らないといけないんで、なのでここは東名阪で行きましょう。こんな感じでもうあちこち通行止め通行止め通行止めですよ。ですけどね、東名阪だけは行ってますからね、もう生きてるところから行きましょう。こりゃとんでもねえ旅だったな。あれ、そんなところで、あー、あれか、通行止め情報ではどうしようってなってるパターンかな。結構また微妙なところ、
我は行く。よし。行こうか。もう、ハイウェイオアシスも入ってしまえばいいんでしょうけどね。さっきの車たちも。うん。もう、乗るかどうか迷ってる感じか。でも、ルートがないですよね。今日。もう、1号線も25号もダメだと。あの、旧道の25号線はね、まあ、うちでも走ったことありますけど、あの、こんな雨の日に走る、あの、白物じゃありませんからね。危なすぎます。ええ。普通の雨じゃないですかね。台風ですからね。内側キープだったっけな。で、今日は、あ、補充制限出てんだ。オッケー、了解。さすがにね、これだけ降ってましたもんね。東名阪道も、その、通行止めではないですけど、速度制限出てますね。じゃあ、なおのことね。なおのこと、長島からは、そっちの方を使う方のがメリットを感じますもんね。ね、本当だったらね、ここから京都方面行きたいところですけど、なんか雨の感じからしたらね、解除になりそうな雰囲気もありますけど、まあ、こう、これまで降ってる量がやばいですからね、多分そう簡単にはいかないでしょう。特にこっちは渋滞もしてんだ。雨の通行止めってことで、もう赤いのがね、チカチカしてるんで。わ。あ、もうここからもうバリケード張ってるね。この感じだと、絶対しばらくは解除にならんですね。一応ね、さっきのアプリの、ところ、会員登録をしておくとね、通行止め解除情報が、通知、まあメールでね、送られますよっていうサービスもあったんで、無料でね、登録は、はい、しておきました。なので、一応どれぐらいにね、解除になったかは、後から、動画内でも報告ができると思います。多分、まあ、朝方までは無理でしょうね。さあ、鈴鹿市入りましたよ、と。そっか、なんか異様だと思ったら、新名神が通行止めだから、新名神側から入ってくる車が一台もいないんだ。独特ですね。独特な光景ですね、これは。ついつい風がないし、雨がね、強くないんでね、スーッと高速道路のスピードしちゃいそうですけど、一応50キロ制限出てますからね。怖いね。まあまあ、言うて、普通に行って4時間って出てたんで、逆に4時間後に着いても朝の6時ですからね、朝の6時、氷見駅着いてもさすがに、何もしようがねえもんな。氷見の前に、その手前のところに寄れたら寄った方がいいのかな。まあいいや。どちらにしろ東海北陸自動車道には乗らないといけませんから。で、夜中の時にね、初めて走るところをね、あんま夜中のね、こんなところで走ってもね、見栄えがどうのと思いますけど、実は、クズ旅行行った時にね、もう東海北陸自動車道、いっぱい走ってますんで、ちょうどいいね。ここで、あれでもね。で、ね、脇向きからね、抜けてきて、こっちの方に入って合流してくる車も多いのかなと思ってましたけど、脇道になるところも全滅してるんで、入ってくる車、ここまでたどり着ける車もいないんでしょうね。本当に全然道は空いてますね。